内線の方ですね、ちょっと伺えればなと思うんですけれども、うん、はい、今現状国内線はこれちょっとビデオが公開されるタイミングでまだ多分緊急事態宣言があって、なんかまあ酒類等がなんか禁止だったりとかいろいろと変更あるみたいなんですけれども、うん、今後ちょっとどういった方向性に行くのかっていうのをもし塾長の中で、うん、酒禁止もあんまりよく分かんないよね。そうですよ、ね、だからなんで酒ね、酒あっても別にコロナ関係ないんじゃないのって感じもなってくるんじゃない。はい、だから、うん、どっちかっていうと経費削減だよね、はい、見た感じね、うん、はい、うん、まあいいんじゃない、国内線の場合ちょっとチケット安くなってるんじゃないの全体的に。はい、そんな感じですね、はい、それだったらみんなあんまり文句言わない方がいいかもしれないね。うん、なるほど、うん、でもそうだな、やっぱりもし同じお金払ってる人がいたとしたら、はい、やっぱ不満なことは確かだよね。はい、うん、うん、でまあ国内線の場合はまあしっかりあるから、しっかりあるっていうのは普通の ANA ラウンジもダイヤモンドラウンジも両方あるから、はい、まあ不満はないんだろうけど、国際線の方は一般の人たちがね、はい、ダイヤモンドラウンジ入ってきちゃうから、そうですね、そうすると、はい、うん、それでぐちゃぐちゃになって座れないことがあるので、はい、それはダイヤモンドの不満は強いですよね、はい、でも国際線はやっぱりいろんな食べ物があったり、うん、まあ、クリスピークリームがあったり、はい、パンも手作りパン、はい、クリスピークリームと手作りパンと、はい、アイスクリームはねえから、はい、おにぎりとかね、まあ うん、いろんなのがあるから、はい、まあまあ、うん、いいかなっていう、そういう感覚あるよね、うん、羽田の場合ね、はい、まあ、成田はないんじゃない、基本的に、まあ、アライバルラウンジかな、そうです、ね、アライバルラウンジ使うんじゃないかな、うん、羽田だよね、はい、まあだから国内線のラウンジがなくなるんですかっていうと、はい、あの今すぐじゃないんだけど、はい、どちらかというと航空会社としては結構、うん、手間暇かかるんだよねこれキープするのがね、はい、うん、じゃあ何ダイヤモンドラウンジとかダイヤモンドになっても意味ないんじゃないですかっていうことになると、いやダイヤモンドはダイヤモンドで別のいろんな特典があるから、はい、このラウンジっていうもの自体が国内線の場合は非常に今後、うん、はい、減っていく可能性が高い、はい、うん、世界の流れだからね、はい、ただ数年かかると思うよ、今じゃないと思う、はい、うん、うん、やっぱり国内線のラウンジ見ててちょっとおかしいもんね、はい、何がおかしいかっていうと、はい、国内線乗ってみんなもうバタ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 してるわけよ、もう飛行機、ね、あの電車と同じだから、はい、もう10分単位でもう直前に乗り込む人なんか普通にいるし、はい、でラウンジ乗ってゆったりするなんていうのはまあちょっとねおかしいんだよね逆にね。そうですよね、はい、でサラリーマンの人が乗ってるじゃない、はい、でもあれ見るとさ、あの一生懸命がっついておにぎり食ってさ、かき込んでるじゃん、そうです、ね、おにぎりを口に頬張って、それでビールでぐわーって入れて、はい、それであの30秒だけ座っていくじゃん。そうそうするとさ、ラウンジじゃないんだよね、はい、うん、いわゆる本来の目的から外れてきてるっていうのがやっぱ分かってきてる、はい、確かにそうです、ね、うん、だから世界の流れとしては外すという、はい、いや外すという言い方じゃないね、本来の目的と使用目的と違う流れになってきてるっていうね、はい、ここっていうのはやっぱり、はい、早めについて、でビジネスマンとか、まあ、はい、ビジネスマンはダメなんですかっていう、そういうことじゃなくてね、はい、ビジネスマンとかっていうよりも旅行する前に、はい、優雅な気持ちで、はい、それでちゃんとした服装したビジネスクラスの人たちが、まあ、普通の一般のエコノミークラスのシートの何倍ものお金払って、うん、それで、まあ、座ってゆっくりしたりしていく場所なんだけど、はい、最近なんかあれだもんね、ここ仕事場になってる人いるもんね。あの仕事するとこあるじゃん、コンピューターの、はい、はい、ございます、あそこもう陣取っちゃって、昔あの仕事する場所なんて誰も座ってなかったんだから。あ、そうなんですか。そう、あの仕事する場所あるんじゃない、はい、僕らの頃なんてでこんなとこ来て仕事するのって感じだったもんね、はい、あでガラーッと空いてたのよ、はい、はい、ところが最近あそこ埋まってるじゃん、そうです、ね、コンピューターで仕事しようとするともうさ空いてないんだよね、はい、はい、うん、だから優雅じゃなくてあそこで仕事してるんだよサラリーマンが。それで飛行機をどんどん遅らせて、はい、アップグレードでファーストクラスに乗ってそれで今移動するみたいな。なるほど、うん、要するに本来の使い方じゃなくなってきてるんだよ、ね、ちょっと変わってきてますね、うん、はい、そうそうそう、職場になってきちゃってるのよ、はい、しかも酒飲める職場、はい、でしかもただ酒、はい、それやっぱそうなってくるよ、うん、なるほど、それはあの僕らが悪いんじゃないんだよ、はい、普通やっぱそうなっちゃうもん。あ、そうですか、そういうちょっと歪みがあったんだよこのラウンジ自体が、はい、うん、なるほど、でも今まだあるから ね、 そうですね、歪みはずっと発生し続けていくとは思うんだけど、はい、それであそこにいるさあのお姉ちゃんたちいるじゃない、はい、あのお姉ちゃんたちが話しかけられちゃってさ、塾長みたいなエッチなおじいちゃんたちに、それでエッチなおじいちゃんがずーっと話してるわけじゃん。、ね、はい、うん、それでもう威張ってるわけじゃん。
ダイヤモンドラウンジだとさ、はい、これしろあれしろっつって、うん、はい、それであそこにあるチョコレートをわしづかみするわけじゃん。最近なんかなくなったって話だよ、あれわしづかみするやつばっかりだから。そうなんですか。だってあの、うん、あの入ってきてさ、あんまりわしづかみされないように、はい、あの女の子の、はい、スケスケの女の子横に置いてあるのに、はい、もうガッシャーってわしづかみしていくじゃん。、はい、なんかナイロン袋そこで広げて入れていくやつがいるって話だからさ、あの、あそこチョコレートの消費量だけで半端ないんだよね。はい、うん、だからそうなってくるとやっぱり歪みが出てくるよね。はい、うん、でもまあそういうのをまあ教えちゃってるのも塾長でもあるわけだから。楽しんでやってるうちは良かったんだけど、まあ、だん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 こうなってきてるという感覚があるよね。はい、だからまあ、うん、まあでもいいんじゃないの、そこそこの節度を持っていけば楽しめると思うし、はいはい、こんな感じかな、ダイヤモンドラウンジ。まあ、下のラウンジもまあまあ行くんだけど、まあ、食べ物とか確かに少ないことは少ないよね。まあ、それはやっぱり国内線だから、はい、あの行った先で美味しい食べ物食べてくださいというね、はい、でしかも乗ったとしても1時間2時間最大で3時間ぐらいでしょ、はい、うん、そしたらやっぱりみんな我慢できるもんね、はい。国際線の場合10時間以上だから、そうですね、そうすると、うん、やっぱりちゃんと行く前にしっかり整えてシャワーして、はい、国内線のラウンジでシャワーしてるやつの気が知れないもんね。あ、お前ちゃんと風呂入ってんのかよって。そういう感じになってくる。いやでも僕使うんだよシャワー、国内線。あ、そうなんですか。、うん、それはなぜかというと国際線からトランジットしてくるから。ああ、なるほど、はい、国際線でついてそこからトランジットすることあるんじゃない、はい、その時にあのシャワー使うことある。ああ、なるほど、そういうことです、ね、うん、その人のためにあるんじゃないのこれ多分。はいはい、うん、うん、羽田の場合は特にそうだよね。ラウンジついてからシャワーできるところないじゃん。はい、成田は着いてからあのアライバルラウンジっていうのがあって、あ、そうですね、国際線で、はい、シャワーできるんじゃない、はい、羽田の場合はアライバルラウンジがないから、はい、そうすると10時間も乗ってきてシャワーないまま汚いまま行かなきゃいけないんだけど、はい、まあ、そのラウンジじゃなくても一般のラウンジでフリーで入れるラウンジあるんだけど羽田ね、あのコーヒーとか飲むところ の奥のところに、はい、ただそれは ANA さんのラウンジじゃないから、はい、やっぱちょっとしっかりしてないんだよね。うん、そういったことで ANA さんの出発ラウンジっていうのは実は国際線トランジットからなくて、はい、そうすると羽田のこのダイヤモンドのシャワー使うという、うん、そのためにあるんだけど、はい、あのわざわざ明日飛行機に乗るから今日の夜はシャワーしねっていうやつがいるんだよね。明日飛行機に乗るから、はい、今日はちょっとシャワーするのやめようみたいな、はい、でそれボロボロの状態であのラウンジに駆け込んでシャワーするみたいな。はい、うん、とんでもないですね。いやいやいや、おそらくそういう人がいるよって、そういうことだから、ね、ちょっと持ってるから心配しないで、はい。まあそういう感じになってきてるよね、はい、うん、でまあ、ただ羽田の面白いのはマッサージ機が結構空いてること多いんだよね。あ、そうなんですね。うん、まあ、みんな詰まってるって言うんだけどマッサージ機はあんまり乗らない、やっぱ結局時間ないんだよ。はい、うん、あ、まあ、バタ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 して うわーって口に突っ込んでそれワッと乗るみたいな。あの、はい、ビールなんかも一気にもう 3,4 杯ぐらい積むもんね、積むもんね、はい、うん、それであのガラーッと並べてそれで一気飲みでしょ。体壊しちゃうよ。はい、うん、まあそれまあ半分冗談としてます、笑い話として聞いて以上。はい、はい、分かりました。そんな感じかもしれないね。はい、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、そうですね、ちょっとまた次回あの塾長が再選だと何時間ぐらい前についてちょっとどの辺のラウンジにどういうふうに座られてるのかとかですね、国内編も含めてちょっと伺えればなというふうに思いますので、うん、そうだね、あのかなりプラスの使い方のところを今度説明する、はい。なのでぜひあの続き聞きたい方はいいねマークとあのコメントの方をお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はいはいはい、というわけで塾長今回も貴重なお話ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ガチコマイル塾、最後までガチンコマイル塾の YouTube をご視聴くださりありがとうございます。ぜひこの動画の内容が良ければいいねのボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。またコメント欄に感想やご質問もお気軽にくださいね。またマイルやホテルに関しての最新情報をいち早く知りたい方は概要欄よりメールマガジンのご登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。